で、その死骸は黄色い、なんか黄砂のようなものになるんですかね。それが隠れる場合もあります。で、普通あのこれぐらい薄いカーペットだと巻き込んじゃうんですよね。これがこれだと。流します。いただいただけで、これだけ取れる。これを吸い込んでほしくないんですね。で本当にこれだけで、これだけ取れる。この瞬間が、はい。はい、忍者なんだ。もできると思います。びっくりですね。そうなんです。一回も掃除機でかけたことがない。はい、あの中断で。この汚いとこで生きるのが人間力ですね。でも家庭でもやっぱこれぐらい取れて、そういう中でゴロゴロ寝たりなんかしているってことだね。出るんですよね。すごい、びっくり。これ全部取ってどれぐらいなんだろう。あ、じゃあ今ちょっとかけさせていただきますか。成功で使うのがなくなるから。あの実は全部ゴミだったりして全部触れてなくなってすごいな。あれじゃないの、なんかさ色がねこう鮮やかに。そうなんです。そうか、そういうふうにおっしゃってくださるんです。あとですね、足触りがあの変わりましたねっておっしゃってくださる方もいらっしゃいます。触ってなかったから、そうですね。ちょっとこれをひっくり返してみます。あ、そうですね。またひっくり返して、